大セル偉人館は、兵庫県姫路市、阿保市区にある大セル保市工場の一角に現存する二棟の偉人館の総称。二棟の建物とも、設楽貞夫の設計で、1910年春工である。1987年には、兵庫県、兵庫住宅百選。1989年に、姫路市都市景観重要建築物等。2009年に、経済産業省。 地域活性化に役立つ近代化産業遺産に認定されている。なお2009年の近代化産業遺産では、姫路市の科学工業関連遺産の構成遺産として、大セル科学工業、アボシー人館の名称で認定されている。文化財指定はないが、上記二棟の他に、平屋建ての偉人館が一等現存している。2019年、会社創立100周年事業として周辺が、 再整備され、資料館は、リニューアルをオープンした。旧日本セルロイド人造検視株式、会社外国人技師住宅。旧図書館、現セルロイド資料館。一階南側に、バルコニーがあり、コロニアルスタイルの形態を有している。装飾に、幾何学的要素が含まれ、セセッションの影響を受けたデザインだと思われる。旧日本セルロイド人造検視株式。 会社外国人技師住宅。衣係クラブ別館。旧図書館と同系の建築だが、煙突が撤去されている。2階南側窓に鎧戸がある。色の違いもあって、同系ながら旧図書館とは印象が異なる。ありがとうございます。